はい、どうも、ラギです。それでは、アンジェさん、増井さん、白波さん、本日はよろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。というわけで、今回やっていく企画は、原神多様性クイズ。こちらをやっていきましょう。多様性、まさかよ。負けた。味しめてんじゃねえよ、多様性の。味しめまくってるので、もう、ズルネのように噛み砕いていきたいと思いまして、今回は、クイズ形式です。クイズ企画の説明をさせていただくと、 Twitter の方で視聴者から募集した多様性ビルド、こちらを俺のアカウントで再現してそちらを戦闘してきました、はい、なのでそちらの戦闘映像を流します。でその映像を見てお題となっているキャラクターが何の武器と生物を装備しているか当てていただきます。はい、キャラと武器両方当てたら2ポイントで、片方しか当てれなかったら半分正解で1ポイントって形で進めていきましょう。これは勝たせていただいてもよろしいですか？もうだって誰のためのクイズかもう一目瞭然じゃないですか。毎日毎日底辺見てきてるから、明治界隈の多様性王を決めていきましょう。ということで早速1問目から見ていきましょう。はい、1人目のお題のキャラクターはヌビレットです。早押しクイズなので分かった段階で挙手してください。それでは流していきます。私は帰ってきた。え、わかんねえ、なんだこれ。普通にいや、マジでわかんないんだけど、全然わかんねえ。生物がわかんねえぞ、これ。あ、ちなみにですね、あの、この後大ヒントです。この後大ヒント、あ、高校大ヒントです。え、はい、ということで、あ、はい、はい、アンジェさん、はい、海染めヌビレット、気候武器だったかな、見た感じ。海染めヌビレット、残念、違います。全然わからんねんけど、生物がわからん。これはね、問題用意した中でもちょっとむずいかも。はい、はい、増井さん、武器田中、はい、で坂飛び4、坂飛び4、残念、違います。違うのか。生物わかんねえよ、これ。いや、これね、これね、よく見たらわかる、よく見たらわかるようになってる。よく見たらわかる、よく見たらわかる。いや、でもこのパッと見じゃわかんない、全体をじっくり見たらわかる、明確にね、違うところがあるんですよ。まあ、一個ヒントを出すと、なんか特殊な追撃が出てるとかそういうのではないです。まあ、パーティー編成も一つのヒントかな。はい、はい、増井さん、武器は気候で強風4。増井さん、正解です。いやー、強風は分からんって、これ分からなかった。で、一個大きなヒントとしては、最後の敵に攻撃してる時に敵が凍結してなくて回心率がめちゃくちゃ下がってます。落ちてるってこと、はい、ここだけ率が落ちてるんですよね。本当だ、本当だ、分からんて。いや、俺坂飛び4結構いい線いってると思ったんだけど、ちょっと最初実はお見事です、増井さん。それでは2問目の方いきたいと思います。はい、2人目のお題のキャラクターはフータオです。はい、はい、増井さん、武器が見えんかったな。ゴマ劇団4。ゴマ劇団4、増井さん正解です。あ、やばい、強すぎだろ、強すぎる。これは強い頃のダメージを意識したフーターをちゃうかな。う、黄金の劇団4セットでフーターの千葉以降の火力を上げた千葉以降型フーターです。正解したくなかった。いや、すごい、そういうのあるんだと思って今勉強になって、普通になんかもう眺めちゃってるわ。増井さんの答えとセットで楽しみにしてる部分がある。常識をね、あの、捨て去った方がいいです。なるほど。フータは HP と伸ばすとかいう、そういう常識一回捨てて。もう少し映像見ていたかった。確かに、ちょっともうちょっとこの後見ましょうか。最後の千葉以降ダメージにちょっと皆さん着目しておいてください。はい、行こう。5000出てる、何個も出てる、最後4万9000出てますね。おー、出るね、でも出てる、お見事、お見事。何も嬉しくない。大丈夫ですか、アンジェさん。いや、大丈夫だな。アンジェさんがガチ勢すぎてあまりにも非常識な生物に困惑してる。あと脳のネジ 2,3 個外すといいっすよ。ではお次3つ目いきましょう、はい、3人目お題のキャラクターはクレイです。クレイちゃん、クレイか、武器が何だ、武器なんだこれ、武器なんだこれ、エフェクトでめっちゃ上がりにする、エフェクトでなんかエフェクトがちょっと本の形で本の形が分かる、本からなんか出てる、ピョーって、あ、あ、はいはいはい、あ、けど異物が全く分からんよ。本の形を見すぎても全然他のところに行けなかった。はい、はい、マスティさん、はい、この人ドロコファントム、ドロコファントム、残念、違います。
。違うんだ。これはね、ちょっと頭柔らかくしないと難しいですね。明確に映像の中に答えがあります。はい、待てさ、ダメです、お手つきです。一旦お手つきです。お手つき、一旦お手つきです。一旦話しましょう。とりあえず、はいはい、アンジュさん、どどこで高飛び4、はい、高飛び4、残念、違います。飛びじゃない。では増井さんいきますか。どどこの甘露花会、はい、甘露花会、残念、違います。ちゃうんや。じゃあ一つヒントを出すと、ダメージ見ても分かりません。絶対違う。はいはい、知らないさん、絶対違うけど、どどこで砂上、砂上4、はい、残念、違います。速度が上がってるとかそういうわけではない。ではないですね。いや、分かったらこれ一発で分かるんだけど、いや、ちょっとむずいか。おもろい、これ答え分かってる状態で見るとマジでおもろい。明確にね、一個おかしい点があるんだよ。おかしい点がある。あー、おもろい、これダメージではないんですよね。ダメージは関係ないですね、うん、関係ないことはないけど、ダメージで判別するのはちょっと難しい、多分。はいはい、増井さん、しめ縄4、しめ縄4、残念、違います。違うか。いや、ちょっとこれはね、頑張ってほしい。いや、わかるから、頑張れば絶対わかるから。頑張れよ、本当に、マジで。ギタギタしやがってこれ。頑張ればわかる。これ見てる人の中にも気づいてる人は絶対いるから、そんなね、無理難題ってわけじゃない。はいはい、白波さん、どどこで万願悠久の悠久4セットセット、残念、違います。違う、結晶関係ない。明確にね、確信を持ってね、これだっていうのがある。元素爆発を使った後あたりからがかなりの大ヒントです、はいはいはい。まあ、ここ大ヒントですね。分かったかもしれない。分かったけど、お手つきだこれ。じゃあ自分が、はい、アンジュさん、はい、どどこで旧貴族、旧貴族4セット、残念、違います。知らんか。じゃあ、はいはい、白波さん、どどこで血染め、血染め4セット、知らないさん、正解です。やったー。血染め、なるほどな、そういうことか。めっちゃしてると思って、あ、わかった、できたわこれ。ではもう一度映像を見ましょう。確かに銃撃落ちすぎた。そこから敵を倒しました。発動、頭おかしいくらい銃撃撃ってる。あったな、血染め4、そんな効果。血染め4セットの効果で銃撃のスタミナ消費が重力感なくなっている。銃撃無限型クレイですね。白目さん、お見事でございます。いやー、これは難しい。こんな中増井さん普段生き抜いてると思うとかっけーです。今回どどこに関しては全員気づいてたので、まあ、白目さん2ポイントでよろしいですかね。はい、ではお次、最終問題いきましょう。はい、それでは最終問題、キャラクターは延期です。ではいきます。はい、はい、松井さん、ヌビレットの武器にファントム4、ファントム4、残念、違います。違うんだ。続きいきます。ミートグリーンはどっちも火力が高いんだよな。蒸発の火力が高いですね。そうだ、ぶつかってそうだ。ミートグリーンってるんじゃないのこれ。お二人とも回答はよろしいですか。ちょっと待って、とりあえず、じゃあ追いかけ、とりあえずで一旦ね。じゃあアンジェさん、お願いします。ヌビレットの持ち武器で、はい、森林4、森林4、残念、違います。違うか。うわ、分かったかもしれん。では増井さん、回答の方お願いします。ヌビレット武器に砂上4、砂上4、残念、違います。違うか。速度上がってるように見えた。速いように見えちゃったか。あ、タープ可能性があるかも。はい、アンジェさん、ヌビレットの持ち武器で新車王城6、新車王城6、4セット、残念、違います。違う。一つヒントを出すと、フリーナを入れてる明確な理由が一つありますね。明確な理由、ファントムじゃないんでしょう。ファントムではないですね。このビルドだったらフリーナを入れないとダメですね。そこはユクワッカイエランとかじゃダメなの。ダメですね。ダメなの。その場合はこのビルドが破綻します。なのでファントムじゃないんでしょう。ファントムではないですね。はぁ、まあ、破綻するというかコンセプトが崩れますね。ないと思うんですけど。はい、シャナナさん、はい、ヌビレットの持ち向けプラスと貫禄破壊、貫禄破壊、残念、違います。あー、違うか。フリーナを入れないといけないようなこと他にあるか。まあ結構理由は間接的ですね、フリーナを入れてる理由は。まあ、ヒントとなる部分としてはここら辺からかな。あー、最終問題ですからね、ちょっと難しめに作ってます。あ、多分。はい、アンジさん、ルビレットの持ち武器で雷の怒り4セット、雷の怒り4セット、残念、違います。違うんかい。やばい、フリーナというヒントを得てからすげえごっちゃごちゃになっちゃってる。いや、ちょっとそれ一回忘れた方がいいかもしれん。フリーナである理由はちょっとあまりにもしょうもない。そんななんか
フリーなじゃなくても割と代用聞くみたいな。代用は聞かない。聞かない。聞かないけど、しょうもない。だからフリーなじゃないとダメな理由がマジでわかんないんだけど。聞かなくはないけど難しいかな。わからん。よ、オッケーです。じゃあもう一個ヒント出しましょう。さっき間接的だった理由っていうのが、フリーナである必要があるっていうよりかは、うん、ヌビレットのモチーフ武器を使ってるのに理由があります。これ大ヒントです。いやーむずいかなー。いやーちょっとこれ以上ヒント出せない。ちょっともうあとは回数こなして気づいてもらうしかない。当たって砕けろ精神で。全部やっていくしかない。じゃあはい、アンジュさん。とりあえずルビレットのモチーフ機で余興4。余興4。だめ違います。はい、はい、マセさん。愛される少女4。愛される少女4、違います。明確にね、画面に答えはありますよ。いやもう俺からは頑張れとしか言いようがない。これ編成の多様性とかじゃなくてキャラ設定のつながりでやってない、もしかして。いや違う そんなあるじゃない。画面を見れば答えは書いてある。そんなことじゃない、うん。ヌビレットのモチーフ武器を持つことに理由があります。ねえよな、もう。ないって感じ。え、じゃあ大穴狙いで、はい。はい、設楽美さん。絶対ないけど、医者4セット。医者4セットって違います。違うか。画面に答え書いてるから頑張って探してくれ。入ってねえよ。生物の名前デカデカと書いとけよ。ブチギレ。あ、じゃあもう一個でかいヒント出すと、1問目2問目3問目全部合わせて1回出てきます、生物の名前が。俺らが出した間違えた答えもってこと。うん、正解間違い含めて回答した生物の中に4問目の答えが入ってます。あ、多分分かったかも、はい、アンジュさん、では回答の方お願いします。ヌビレットのモチーフ機でしめ縄4。しめ縄4セット正解です。勝った。ここで元素スキルを使った瞬間に攻撃が減ってますね、はい、それなんでよくあきか言えらんじゃダメなの、これ。ではこちらの多様性を投稿した方のツイートを読み上げていきたいと思います、はい。シメナはルテンエンヒちゃんです。シメナのスキルを発動した時の原子エネルギー消費のデメリットをルテンの武器効果で踏み倒します、だそうです。フリーナの効果でルテンを発動させることで原子エネルギーを回復しようと、シメナで減る分ルテンで回復させればええやろというシメナのデメリットをルテンでかき消そうというテーマで組まれた組み合わせですね、はい、ということでアンジェさん、はい、お見事でございます。やったぜ。素晴らしい。ということで、今回の最終結果としては、マスイさん4ポイント、シャラメさん、アンジェさんが2ポイントということで。嬉しくねー。さすが。さすが、多様性の王。勝てねーわ、これには。嬉しくねー。お見事でございます。はい、というわけで今回は全身多様性クイズをやっていったわけですが、皆さんどうでしたか。よし帰ろう、みんな。よし帰ろうぜ。帰りました。帰ろう、なんかうまいもん食って帰ろうぜ。頑張ってクイズ作ったのに。大変だったんだぞ。俺このクイズのためにドロコレベル90にしたし、ヌビレットの生物頑張って用意したんだぞ。だから最近やる気出してたんすか。俺むずいよこれ、ちょっと難しかった。まあ、これは視聴者の皆さんはクイズとして回答を目指すっていうよりも、映像を見て、あ、こういう戦い方もあるんだなと、まあ、選択肢の一つとして覚えていっていただければなと思います。はい、まあ、選択肢の中でもめちゃくちゃ下の方ですけどね。それは否定できんかもしれない。まあ、ぜひ皆さんの多様性ビルド何かあればコメント欄の方で書いていっていただけると、まあ、次回クイズのね問題になるかもしれません。はい、ということで今回遊びに来ていただいた増井さん、白波さん、アンジュさんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらから皆さんのチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。お願いします。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。ありがとうございました。